で私たちは今佐渡市役所の方にやってきました。はい、今日はですねこれから佐渡市長さんに私たち NGT48 が佐渡観光応援公式サポーターとして活動してきた1年の活動報告をさせていただきたいと思います。ちょっとね緊張感があるんですけどドキドキ、ちょっと衣装にも着替えて気合いバッチリなので頑張っていきたいと思います。そうですね。今までサドってそういう若い、グループって少なかったんですけど、今年はどうもなんか船に乗ってる客層が違うなと、皆さんの力すごいですね。サド観光園公式サポーターの活動を通じて本当に触れ合うことができた渡辺市長をはじめサドの皆様の本当に温かい心に感謝の気持ちを込めて活動報告書をお渡しさせていただきます。ありがとうございます。またいろいろ来年もまたお力を貸していただきたいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや何ですかこの量は本当にものすごいじゃないですか。やばいですよ。なんかどうやら、今日の夜ご飯私たち自分たちでこれを調理しなきゃいけないって私たちで作るんですか。本当の本当にやばい。ちなみにお料理できますか。あ、できないです。はい、私もできないんですよ。ちょっと大丈夫そうですか今日。でもなんかこんなに素晴らしい食材いっぱい用意してくださって誰も料理ができない。どうしようどうしよう本当に。それでは制限時間1時間スタート。とりあえずなんか椎茸出てきたけどどうしたの。きんぴらを作りたいと思います。頑張ります。ちゃんと閉まってなかった。でもこれできてんじゃない。できてんのかな。うん。大丈夫大丈夫大丈夫。よかったよかったよかった。お米も炊けないアイドルってやばいね。やばいよ。危ない。ちょっと移します。わかんないな。塩です。おー、塩だった。これな。完成です。なんということでしょう。この見た目、はい、調整をさせていただいて、まあ、美味しそうじゃないの。ちょっと上手くなってきてないですか。私どうですか。ちょっとスピードも速くなった気がする。やってみたいと思います。怖い。いただきます。すごい。あ、こっちこっちゃ。カメラマン一人じゃ足んないっす。同時多発。おお、どうか美味しく茹で上がりますように。今みりんと醤油をちょっと足してみました。なんか良くなってます。良くなった。やばいやつ
ちゃ揺れてる。じゃがいもが揺れてる。どうする、どうする、もう無理だよってこと。どうして、もう事件が起きてる。できました、おいしそう、いい感じ。イエーイ。絶対量多かったな、これ。とんでもない量なんですよ。はい、食べよう。いっぱい食べようね。うわうわするなぁ。見てください、ホクホク、きっと。おー、いいんじゃないでしょうか。もうちょっと入れて、せーの。わー、すごーい。ひなたさん、ご飯炊けたよ。すごい、もうちょい行かない方がいい。うん、おい、あ、イカの歯を、イカの歯を、え、そうだ、どうせ見たって私こっちでもできてないんだった。もうちょい入れになっちゃったかな。ごめんね、ちょっと歯止め、なんか私、前回イカをさばいたんですよ。でね、教えていただいて大将さんに学んで、今日もね、それをしようと思って、ね、イカありましたもんね。そうなの、けどね、見て、あれ、なんか裸にしたらね、時間が終わっちゃったの。だからただイカが恥ずかしい思いして終わっちゃったの。本当に申し訳ないと思ってるけど、ちょっと心ばかり添えさせていただいて、食卓に。いただきます。うん、これ本当に干し椎茸なの。いただきます。あ、でも美味しい。美味しい、うん、美味しい。え、美味しそう、うんうん、なんかさ、匂いがいい匂いする。いただきます。うん、美味しい、うん、え、よかった、嬉しい。味付けめっちゃ最高、うん、ちょうどいい、よかった、うんうん、ちょっとすっごい大苦戦したこのジャガバター食べたいと思います。でもね、ちゃんと見た限り火通ってるんですよ。出発して佐渡のカフェを巡ったり、佐渡市長にご挨拶に行ったり、みんなでお料理をしたり、いろいろしましたが、つぐみさんいかがでしたか。はい、今日はね、いっぱい佐渡の素敵なところに触れて、よりもっともっと私たちが佐渡の素敵なところを PR できたらいいなと思いました。明日もね、佐渡のいろんなところに行くので、皆さん次回もお楽しみに。